さて、本日もこちらをやっていきたいと思います。まあ今回はエリーを救出するというイベントですね。まあそれをやっていきましょう。まあ感動話をそのまま進めて終わらせていい気分に浸りたいってだけの話であります。聞いたが、あげだま、池のそばの樽の下だぞ。おそらくそこにエリーの部品が。よし、おいらが見つけ出してやるぞ。ダルマのおじちゃんとデボットのおっちゃんは、一体どういう関係なんだ。まあ早い話がご先祖だっつうことだな。池のそばの樽の下か。よし、早速探そうぜ。確か樽の下掘るんだったな。おいら地面を掘るのは得意だぞ。我が国の若きをフォルト七世様は大したお方です。国中の学者を城に集め、日夜新しいからくりの研究をさせているんですよ。最初に作られたのが、あの町をきれいにしてくれるからくり掃除機なんです。国民のことを考えてくださる国王様を持った私たちは本当に幸せですよ。今の総理大臣はちゃんと国民のことを考えてんのかな。噂では今度王様は人間の形をしたからくりを作ろうとなさってるらしい。いくらなんでもそんなものができるとは思えないが、もしできるんなら、やっぱり私としてはぜひピチピチギャルを作ってほしいですな。これは絶対鳥山さんのありですな。遊び人の技の一つのパフパフも、あれドラクエじゃなくてドラゴンボールからですし。地面を掘ってみた。なんとカラクリパーツを見つけた。あげ玉はカラクリパーツを袋に入れた。なんとなくそれっぽいものが見つかったな。なんだこれ、ずいぶん手つくさいぞ。よし、急いでお城に戻ろうぜ。なら、アゲラマン、早くアルマンのじいちゃんに部品届けに行こうぜ。ちょっとここでの武器や防具を買い揃えておかないと。あ、夫婦ではなかった。ここら辺の木の帽子やらなんやらを。
斧や吹雪のダメージを軽くできるんだ。木の棒、鉄の盾って初めて知ったな。木の帽子だったら逆に炎や、炎のダメージを強くしそうな感じだな。まあ正直まだ、まあキーファに装備させていても途中で抜けちゃうからな、キーファ。だからまあキーファも一応強くしておいて、まあこんなところかな。全体攻撃は正直魅力だからな。今兵士長様の中にいらっしゃるよ。やはりアルマさんのことが心配でいらっしゃるんだろう。なんて言ったって親子だからな。ああ兵士長ってアルマさんの息子だったな。エリが壊されないうちに早いとこアルマのじいちゃんに部品を渡さなくちゃ。お父上、なぜここにあのようなことを。そっとしておいてやりたかっただけじゃよ。それだけじゃ。お気持ちはわかりますが、今となっては。そなたたちか。お父上、お気持ちはよくわかりますが、くれぐれも無茶はなさらぬよ。父上が世話になったな。私からも礼を言う。エリについては私も立場上複雑な思いなのだ。だが今となっては国王様のなさることを信じるしかない。結局兵士長持ちのつながった人たちってわけか。の持ってきてくださったか。助かりましたぞ。これさえあればエリを直してやれますじゃ。今エリは城の表にある研究室にいるはず。何はともあれエリーのところへ参りましょう。お待ちください、アルマン殿。その格好のままで表に出るわけにはいきますまい。どうかこれを。なんと弊社は自分の服を脱ぎアルマンに手渡した。かたじけない。今は黙って甘えておきますぞ。誰も、納得してないってことな。アルマ殿、そうしてみるとまだまだお若いですぞ。さあさあ早く行かれるがよいでしょう。いろいろすまんな。ありがとう。体型もついでにめちゃくちゃやってたな。いやいや嬉しくて一人で勇んでしまい面目ない。さあさあ参りましょうか。ともあれ今エリーのところに急ぎましょうぞ。よしこれでエリーも治るはずだ。
の服に来たらじっちゃんが別人みたいになっちまったぞ。体型も変わったしな。さすがにここを動くわけにはいかないからな。あとはよろしく頼んだぜ。過去も知っているからこそ余計にこの世界未来の方が封印されてなかったらここまで発展してるんだっていう風に分かるわけなんだけど、じっちゃんがいればエリー治るんだな。エリーは城の表東側にある研究所にいるはず。アゲナマ殿、急いでください。キーパーと間違えた。よし、エリーのところへ行こう。のいやー、いいところに来てくれた。さっきからお腹空いちゃってさ、もうペコペコなんだよ。ここのみんなが出てかけたっきりいつまでも戻ってこないんだ。悪いけどさ、ちょっと食事してくるから留守番頼むよ。ねかわいそうに、今助けてやるからな。あちこちひどく触られてはいるが、これならなんとかなるじゃん。よし、これでよし、立ってごらん、エリー。私のことをゼボットだと思ってるのか、エリー。違うぞ、エリー。わしはゼボットではないんじゃ。さっき食事に行った人がゼボットそっくりなんだけどね。これ違うというに間違いなんじゃ、エリー。よさんか、エリー。お前の主人はここにはおらんぞ。アルマ、そなた城を抜け出しここで何をしてるのか。カラクリ兵がアルマ様、アルマ様危ない。待って、剣を引け。そいつはアルマを襲ってるわけではないというのに、引けというに。エリー、しまった、やってしまったのか。アルマ、無事か。アルマよ、このカラクリ兵はそなたを襲っていたわけだ、アルマイ。はい、国王様。おそらくはあの小屋にいたこやつの主人とそなたを間違えたんだろう。すまない、アルマ。私にも全てが分かった。このカラクリ、いや、エリーはもうカラクリなどとは呼べぬ存在なのであろう。このエリーの主人に対する一途な思い、我々の方が学ばねばならない。アルマを治せるか。治してやれるか、エリーよ。国王様、おそらく。よし、皆の者、エリーを元いた小屋に運ぶのだ。これでいいはずだ。エリー、起きてみなさい。これでよしと、元に戻ったわけだ。アルマよ、そしてアゲナマたちよ、すまなかった。我が夢のため、そなたたちには何かと迷惑をかけたようだ。と言っても、私の方針は間違ってはいない。エリーのことは諦めるとしても、カラクリ人間は諦めたわけではないんだ。先人の血を借りつつも、必ずや成し遂げてみせよう。
その日が来たらより、お前の友達を作ってやるぞ。楽しみに待ってるわよ。なんと俺を言ってよいやら、皆様には旅の途中すっかり手間をかけさせてしまい申し訳ありませんでしたな。お時間があるようでしたら旅立つ前にぜひ我が家によりくつろいでいてくだされ。本当にありがとう、いろいろお世話になりましたな。ではお先に失礼します。エリーよ、よかったな。これから先は誰にも邪魔されずに静かに暮らせるはずじゃ。それもこれもみんなあの方たちのおかげじゃて。お前さんも感謝するんだよ。これにて一件落着かな。よかったな、あげだま。おいらなんだかとても嬉しいぞ。数百年経っているってわけだから。そうだよな。人間の形がそのまま骨になってしまうぐらい時間が経っているんだもん。この言葉が、いや確かに今エリーがありがとうって言ったぞ。嬉しいとか悲しいとか感じるようになったんだな。聞いたか、あげだわ。今、エリーが、いや、俺の気のせいかな。でもこのホロ動画、エリーの仲間を作るように なるまでエリーは動いてないんだよな。これまあ最後らへんゲームを進めていくと明らかになることなんですが、エリーにもゲームの途中でいよいよ最後の時が来ます。フォロートには今回のことを忘れずにカラクリの発売を進めてほしいな。そうすればきっといつかもっと人の役になってカラクリができるはずだ。永遠にあのままゆっくりと過ごしてもらいたいな。まアルマンの家を訪ねてくつろいでいきましょう。ゲームを進めていくと、あそこでイベントが起きます。エリーがゼボットのベッドの隣にいて動かなくなっている姿、サンキュー、君のおかげで何度も助かっちゃった。おや、ホルモンには自信あったけどこの子もかなりすげえな。おお、皆さん来てくださったか。さあゆっくりしていってくだされ。おかげでエリーはこれからもゼボットと二人で静かに暮らせることでしょう。ホルとココア様が愛して分かってくださったのも全て皆さんのおかげだ。本当にありがとう。このアルマン、皆さんのことは一生忘れませんぞ。アルマンさんのことも俺たち忘れやしないよな。じゃ次のところへ行こうと思います。
なあなあ、アゲラマ、今度の場所では一体どんな美味しいものがあるんだろうな。さあ、次なる世界へ向けて出発だ。次の場所へ行きましょう。ここは何だったっけかな。気をつけろ、あげだま。この大陸あたりが闇に包まれているぞ。から不思議な匂いがしねえか。まあ基本的にドラクエのセブンは過去の世界に飛んで過去の事件を解決して、で表で起きているいざこざに対して耳を傾けたりしてクリアを目指していくゲームですね。そういえばこのドラクエ7の漫画も実は存在しています。あの藤原カムイさんが書いた漫画にがあります。まあ藤原カムイさんでドラゴンクエストといえば、あのアルスのあれは3をモチーフにした漫画だったかな。それとエデンの戦士たち。でもエデンの戦士たちは最後まで描かれていません。もうだな、人が住んでいないかのように静まり返ってる。あれでどうしたんだ、誰もいないぞ。ここか。目の前に石像がある。まるで生きた人間がそのまま石像になったかのようだ。こんな不自然な場所に石像が立ってるなんて、ダイアラそっくりだな。君さんは悪いぞ、なんでこんなところに石像なんかがあるんだ。ただの石像じゃない。これは呪いのせいで人間が死にされた姿なんだ。にゃー、ここにある石像はみんな人間だってのか。おいら信じられねえよ。確か以前にもこんな光景を見たことがあるぞ。思い出さないか、あげ玉。呪いの雨のせいで人間が死にされたっていう、ダイアラクとそっくりだ。みんなが石になってるのはもう分かったから、早く何とかしようぜ。ここにも呪いの雨が降ったようだな。そうと分かれば早いとこ町の人たちを元に戻してやろうぜ。
石とかした武道家は石とかした商人の男だ。どうやら旅の商人らしい。石とかした初老の男性だ。初老って何歳かな、なんだろうな。石とかした若い男だ。窓に顔を押し付けるようにして厳しい表情で外を眺めている。まだ宝箱を開ける系の鍵は持っていません。持ってる鍵では開きそうにない。いじこれになって人間を眺めながらスイーツの味最高だな。なんだ？キキ、お前たち人間だな。まだ石になってない奴がいたなんて驚きだぜ。花の味噌で甘くはないで人間の血もなかなかのもんだぞ。ほら、いざ寝てもらうと覚悟しろ。キキャワ、アメフラシが現れた。ちなみにアメフラシって存在します。まあ、正直まだここら辺のボスにはルカには効きます。後になると全然効かなくなっていきます。14回復するために使っちゃってもったいね。だから使い切るのが早いんだよ、ベフォイに。もうないよ。相手がアホで助かったと言われてた。はい、終わりっと。まあ最初の辺ですからね。けど俺を倒したくらいで人間と追いかけられた呪いが解けるとどうだよ。うめみのここの人間どもは永遠しっころのままだ。まあ残念ながらこれがあるんですよね。武田は天使の涙を振りまいた。これでみんなの呪いが解けたのか。なら早く様子見に行くぞ。頭がクラクラする。どうしたってだ。あ、そうだそうだった。俺はペペを見てたんだ。ペペの野郎、俺のリンダちょっかい出しやがって。上にペペが乗っかってるぞ。リンダ襲うなんてペペで正気なくなったか。やったな、アゲダマちゃんと呪いが解けてるぞ。元に戻ったんだよ。灰色の雨が降ってきたからみんな大慌てで家の中に逃げ込んだだよ。
暴力さ、いつの間にか晴れ間が覗いてますよ。うわ、そうか。なぎうることもなく灰色の雨が止んでくれてよかった。まったくですな。しかし雨に当たっただけで人間が石になっちまうなんて本当ですかね。疑っとるのか。お前だって見ただろ、あの不気味な紫色の雨雲。とにかく無事で何よりです。俺はちょっと外の様子でも見てきますよ。さっきから妙に体がギクシャクするんだよな。まさか自分が石になってたなんて夢にも思わないだろうな。怪奇植物図鑑。勝手に屋敷に雨宿りをしたことなんかでわしは怒ったりせんよ。そんなことよりも大事なわしのハーブ園は大丈夫だろうか。灰色の雨でハーブが枯れてなければいいが。ハーブ園、そういえば植物は石にはなってなかったな。自分たちが石像になっていたって誰も気づいてないようだな。誰か来てくれ、大変だ。逃げ遅れたやつがハーブ園で石になっちまってるぞ。ハーブ園だって行ってみようぜ、アゲダマン。そんなバカな、助からなかった人がいるっていうのか。これで、仕事もできねえオラにいつも優しかったペペが石になっちまうなんて。イワシのペペがいなくなったらハーブ園もおしまいだべ。体中の筋肉が突っ張った感じでして動くのがしんどいわよ。これじゃハーブ園の映像見に行けんの。なんて石だって言うから石像みたいになってるのかと思って期待したっていうのには、ありゃ石っていうより体がカチコチに固まってるだけじゃないか。なんでこれはおばはんだって押さないでくれよ。僕だってリンダの無事を確かめに行きたいさ。けどハーブ園に入るとペペと同じようになりそうで怖くて近づけないんだ。いやー、ここからじゃ中に入れそうにないな。裏口に回ってみようか。友人に会いたくてどこから来たんですよ。いきなりあの雨に降られましてね。いや、相手の娘のリンダはどんな子に会いつやったのかな。今から会うのが楽しみだ。ペペが近づいて女をねじ伏せるやつなんて思いもしなかった。うちの庭師の分際で俺の可愛い稲漬けにちょっかい出しやがって。リンダ、何があったのか分かるように説明してくれ。よかったよかった、ハーブ園に岩が被害ないよな。岩か、どうしたの岩、こんなところで何をやってる。聞いてお父さん、ペペが灰色の雨を浴びたんだ。石にはならなかったけど、意識を失って全然目を覚まさないんだ。なんだと、それなら外ボサッとしてるんでさ、とっととペペを家に運んでやる。でもペペの体は石みたいに軽くなってて一人で運べないよ。情けない男だ。妻が旅の方、ペペを家まで運ばないにちっと手を貸してくださらんか。俺に行きます、旅の方。そう、早くペペを家の中へ。ゲダマンさん、その話は本当なのですか。町のすべての人間が石になっていたのだって、わしには信じられん。嘘じゃないよ。俺たちがここにいた時はみんな石になってたぜ。どれくらいの間石像のままでいたかってのは俺には分かんないけどね。いやいや、申し訳ない。もう疑ったりしません。しかし、なんということだ。以前町を訪れた子連れの老人が語った通り、人間が石になってしまうとはな。ちゃんと旅を。しているんだな、あの二人は。なんて名前だったかな。一
一つ納得できんのは、わしらこうして助かったのになぜペペだけが。おっと、忘れるとこだった。リンダ、俺は見てたんだぞ。ハーブ園でペペと一体何をやってたんだ？説明してくれよ。だったら聞かせてくれ。それとも婚約者の俺にも言えないようなことなのか。リンダ、いや、客人の前だというのに恥したない真似をしよって。妻が挙げたこと、話の続きは屋敷でしましょう。後でぜひいらしてください。町を訪れた小連れの老人ってヨゼフたちだというな。そっか、あれから本当に町を回って語り歩いてるんだな。とりあえずさっきのお茶の屋敷に行かないか。バカ息子です。言い訳せにしてリンダをかばったとしても、もうすでにリンダにはイワンという言い名付けがおるという。いざハーブ一つにで今まで生きてきた人なんだち、いつか自分のハーブ屋持つっていうのが兄さんの幼い頃から夢だったんだ。それがかなわれば兄さんは死んだりしねえ。話しかけても返事はない。依然としてペーターは眠り続けている。なんと書きかけのラブレターだ。どうやらポルタが書いたらしい。さっきワンが追っかけていくのは見たよ。分かってないよな。機嫌の悪い時の女はそっとしておくのが一番だってのさ。ボルクさんの屋敷はハーブ園の隣だったな。ペペがネタ気になったせいでリンダの突撃がなくってさ、俺の前で強がって見せたけど、あれは絶対落ち込んでるよ。どうしよう、このままじゃリンダとの結婚の話をこれ以上進めることができやしないよ。泣き言なら言わず黙ってリンダの不安を取り除くことは考えんか。困ったことだが、いやいや、ペペはリンダの幼馴染だし、ショックが大きいのも当然だ。やはりリンダのためにもペペには何としてでも目覚めてもらわねばならんぞ。そうだね、俺もペペを目覚めさせる方法を一人で考えてみるよ。明山さん、約束通りわしの屋敷に来てくださいましたから。まったくこんなことになってしまうとは。リンダが心配です。そろそろ彼女を気遣ってくださらんか。旅の途中にあなた方にこんなことまで頼んで誠に心苦しいのですが。それにしてもこんな時にわしの息子イワンは一体何をしてるんだ。俺としてはまずイワンさんの様子を見に行くべきだと思うな。一人にしてくれ。考え事は一人になった方がはかどるって言うだろう。やめてくれよかよ。でたらめ言うな。ハーブが好きだからだろ。いい加減にしろよ。そんなことはお前に分かってたまるか。リンダが俺の気持ちを裏切るなんて絶対にない。絶対に絶対に絶対にない。イワンさんの様子を見に来たけど、あれじゃどうしようもないな。仕方ない、今度はリンダさんの様子を見に行くか。ま、恋敵ってわけだもんな。
今ってなんかわめいてばっかな。おいらでもあれは情けないってわかるぞ。ちくそ、話すまもなくリンダに追い出されてしまった。今のおねぎできるのはリンダの機嫌が治ることを待つことぐらいだな。リンダちゃん、これ少ないんだけど借金の出しにしてよ。君のお父さんには若い子にとても世話になったんだ。だから受け取ってよ。亡くなったご両親の借金だってまだかなり残ってるんだろ。ボルクさんの息子とか。そうか、それはおめでとう。じゃあこれはご祝儀だ。少ないけど取っておいておくれ。それじゃあ元気でね、リンダちゃん。生まれてこの方金に不自由したことがないから俺には馴染みがないな。かわいそうにリンダには父ちゃんも母ちゃんもいないのか。主の息子と従者との許されない行為か。そういうのって本当にあるんだな。俺んとこはそういうのはなかったな。リンダさん相当急いでたようだったな。マグラがのんちだな。早くリンダなと思うで。それよりこっちの方の宝箱開け。店主の後ろでコソ泥をやりました。あんたらクペペのいないハーブエンドもなんだか物寂しい気がするな。悪く思うことなんて少しもありゃせんわ。あのバカが自分で勝手にやったことなんだからもう気にするでな。大丈夫じゃ。世の中には飛躍というどんな病も治してしまうすごい薬があるそうじゃ。それを手に入れることができたらひょっとしたらペペを救えるかもしれん。でここでピンとくる人もいます。援護のあの過去の方の薬師のおばあさん。飛躍か。これはもう少し詳しく聞いてみた方が良さそうだな。どんな病を治す飛躍の先や東の険しい山々を越えた先にあるそうだよ。そこで旅のお方よ。東へ旅立つ用事があるなら飛躍を買ってきておくればいいか。おいた足より先に息子が寝た気になるなど見るに忍びないんじゃ。そうじゃ、確か酒場にその産地からハーブを買いに来た男がいたはずじゃ。その男に聞けば産地のことを詳しく聞けるかもしれん。もちろん俺たちで探そうだい。あげだな。ま、情報正直いらないんですけれども、まあ一応酒場の男に聞くっていうイベントを一応やってからにしましょう。サーマーさんに頼まれて薬の材料を買いに来たってのに、いつの間にか遠方に帰れなくなるなんてよ。こんなことってあってたまるか。だからこれ夢なんて酔っ払って俺が見た悪い夢なんだ。ちょっとお客さん、わざと遠いところからハーブを買うのにやってきたんでしょ。だったらこんなところにいつまでも悪用意してないでちゃんと仕事しなよ。
そうだったのか。ここから東の方に行くと援護があるのか。でも東の方にどうやって行くかだな。待てよ、俺たちならあの方法で。そうです、私が変なおじさんですじゃないよ。そうです、私が変なおじさんです。あ、変なおじさんに違うっちゃ。じゃあとりあえずそのイベントは次にしておきましょう。やったな。というわけでここでセーブをしておきたいと思います。なんか変なのが出てきた。あれ、セーブができねえ。ここセーブができないんだったら一回ここを出て、援護のパビラ婆さんは確かクス氏だって言ってたよな。これはもしかすると婆さんなら飛躍のことを知ってるかもしれないぞ。ペペの兄ちゃんに直すにはその飛躍ってやつがいるんだな。ここの謎の神殿から援護へワープすれば簡単に行けますよ。確かに東だな。ちゃんとマップ上では東と つまりあの横の大陸がグリーンフレークってわけだ。でもこっちには出てない。この辺りはあの山から出てくる煙のせいでなんとなく煙たいぞ。さあ、あげだ、早く村に行ってばあさんの薬のことを聞いてみようぜ。とこっちね。また雨降らされるか。敵が違うっちゃう。まあ正直あの酒場でのイベントとかっていうのは全く必要ないです。むしろ飛躍を直す情報っていうのが聞ければすぐにこっちにワープすればそれでも終わりです。ブーメラン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 。西城秀樹の歌ブーメランを装備しているからこそあっさり倒したということで。ばあさんならきっと力になってくれるはずだ。さあ、あげ玉行こうぜ。一応女性はスルーするという
男性のみを全キャラやるという方法でやってますので。男性、男の子、じいさん。余計なことに使うでないぞ、というか使えないだろう。じゃあとりあえずちょっとここでセーブして終わらせておきたいと思いますと。それではこれで失礼したいと思います。